はい、こんにちは。ポップです。エフェクトチャンネル3月6日土曜日。今回は週末スペシャルということで、5ドルの中長期的な目線からの解説をしていきます。動画の前半部分はクロス円の5ドル円。後半部分はドルストレートの5ドルベイドルについて解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 全体の相場感につきましては、先にアップしております、米ドル円の動画にて解説をしていきますので、それはねもうすでにご覧いただければと思いますが、今回はねえ早速チャートの解説の方から入っていきたいと思いますので、まずは右側のチャート、60分足、時間軸としてはね1週間の期間となりますが、こちらのチャートから解説をしていきましょう。まずは振り返りとなりますが、今週のスタートは82円から82円50銭。 この辺りからスタートしたということで一気にね先々週下げたところから戻すような相場が前半はございました月曜日から水曜日にかけては移動平均線をね今まで下げていたところから上抜けますと 今度は移動平均線が、えー、角度が変わって右肩上がりとなりま,すが、えーまあ、なりましたがその上側でしっかりと陰線から陽線にサポートが入りまして、えー、100ピプスほど、ね、82.50付近から83.50この辺りまで順調に、えー、上がってきたというところが月曜日から水曜日にかけての相場でございます、えー、そしてね、えー、一旦移動平均線を割り込むような場面が水曜日にかけて、ねえー、あったんですが えー、そして移動平均線の下側でね、要線から陰線ということで、レジスタンスライン。ここで、えー、一旦ね、下落トレンドに陥るかと思ったんですが、過去にレジスタンスラインと、あとガチガチのねサポートも入っている83円でございますので、こちらね、しっかりと83円でサポートが入ってしまいまして、一旦レジスタンスを食らった移動平均線を平均足がね突き破ってしまいまして、その上側でね、再度、えー、弾けて84円にタッチ。 これがね、木曜日の深夜という形で、まあ、パウエル発言でね、一気に下落するところまで上がっていったというところでございます。その後はね、パウエル議長の発言によりまして、木曜日の深夜、一旦下落してしまって、ここでね、大きなトレンド転換というところで、また83円で下落。 そして、えー、反発するんですが、移動平均線付近でレジスタンスを食らって、一旦は、えー、下げて、また83円というところがあったんですが、最終的にはアメリカの雇用統計、これの結果が良くて、ですね、えーまあ、株式相場の方が上がったということで、83円を割ることができずに、えー、上方向で、ねえー、終わってしまったということで、最終的には、えー、高値圏で終わってしまったという、ね、1週間でございました。 これから考えるにね、ねなんとか安値をね更新するところは避けることができたんですが、ただ先週にねこちら、4時間足のチャート、1ヶ月間の時間軸となりますが、こちらでね85円付近まで吹き上げて、一気に下落したところからは、まだね半値戻し程度というところでございますので、上値は重い、まあ、下値はね83円でサポートが入りつつも、上値は重いというような状況でございます。 こうなった場合ね、どのようなところでトレードをしていくかというところでございますが、個人的にはやはりね、ショートを狙っていきたいという状況でございますが、このあたりね、ただショートを狙うタイミングというのは非常に大事になろうかというところでございます。まずはね、何度もサポートが入っておりました83円ですね。ここ1週間でもレジサポートになっている83円でございますし、 なんといってもね、4時間足、1ヶ月の時間軸で見ていただきますと、2月の後半にね、このあたり、非常に硬いサポートが入っておりますので、なかなか83円を割り込むことができていない、そして難しい相場でございます。そして、ショートを狙っていくということであれば、やはりね、83円を明確に割り込んでからですね、勝負を仕掛けるというところを意識していただければと思いますので、ちょっとね、この83円のサポートが入っているところで、 ショートを取り続けるというのは、えー、吹き上げのリスクもありますので、そこは避けた方がよろしいかなと思います。よって、デイトレ目線は60分足、スイングトレードでは4時間足を、えー、基準としていただきまして、まずデイトレ目線では83円を割り込む場面、それがあってですね、そこでショートを取るのではなくて、83円割り込むと移動平均線がこのまま下がってきますので、 えー、一旦下がった平均足が83円および移動平均線の下側で要線から陰線このようなサインが出たところで初めてショートが取れるかなというところでございますのであくまでもね83円のサポートが入っているうちは、えー、ショートは見送りながら。 しっかりと、ね、83円を割り込む、そうすると移動平均線が下がってきますので、下がってきた移動平均線および83円を超えることなく、要線が再度、陰線に転換、このタイミングでショートを取っていただくというのがね、ねデイトレ目線でよろしいかと思います。そしししててスイングトレードに関しましては4時間ですね こちらも同じく83円のサポートがね、カッチカチというところでございますのであくまでも83円を4時間足ベースで割り込みましてそしてそのタイミングでショートを取るのではなくて一旦戻ってきたところで下がってきた移動平均線および83円ですねこれも全く同じような60本足と、ね、同じような状況でございますがこの下がってきた移動平均線と83円を超えることなく要線が陰線になった瞬間 そこでショートを取ることができるかなと思いますので、ショート狙いの場合はね、そのあたり83円を割り込んで反発が弱かった場合にポジションを取っていただく。ここを意識していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ただね、その後も82円もね、明確なサポートライン、まあ、あのこの大暴落のね、 3円落ちたところの82円のサポート、そしてこの前もね、82円でガチガチのサポートがありますので、利益確定は82円の少し上ぐらいにね、置いておく必要があろうかと思いますので、82円をね、一気に突き破るような下落というのはね、なかなか難しいんじゃないかというところでございます。 そしてロングに関しましては、ちょっとね、もう高値水準と株式相場が乱高下しておりますので、基本的には私はロングは狙わないというところでございますので、上に上がるか下に上がるか下に下がるか、こういった予想をするのではなくて、どういう状況になったらショートを取るか、ロングを取るかというところをね、ご判断いただければと思いますが、個人的にはロングは捨てるというところで、ショートを狙っていく1週間にしていきたいなと思いますので、これよりもね、合わせて参考にしていただければと思います。 はいえー、以上で、ね、5ドル円の解説を終わりまして後半部分のドルスト,、えー、ドルストレート5ドルベドルについて解説をしていきましょう、はいえー、5ドル円と違いまして5ドルベドルはすでにドルが、ね、かなり強くなっているかと,、えー、い,るというところを含めてこちらの方はもう下落トレンドに入っているというところでございます まずはね、60分足右側のチャートをご覧いただきますと、週のスタートに関しては0.77から0.7750、このあたりでスタートしました。クロス円と同じようにね、こちらは月曜日から水曜日にかけては、一旦は0.78円を超えるような形で反発があったんですが、まあ、水曜日の、ね、後半以降から一気に移動平均線を割り込んでしまいますと、 反発しても移動平均線付近でね、ね要線から陰線、そして大きくドルが上がって、ドルストレートが下がった木曜日の後半以降ですね。 いわゆるパウエル発言でドルが大きく上げたところ、こういったところ以降はですね、一気に下方向にトレンドが向きまして、移動平均線が完全な右下下がり、そして反発しても移動平均線の下側で要線から陰線という形で、一時は0.7650、これを、ね、割り込む場面があったというところで、まあ、少し、ね、反発して週末は終わったんですが、 引き続き下落目線移動平均線を超えることができなければショート目線で攻めていくというところでよろしいかと思います。 よってですね、この0.77、こちら、サポートも入っているラインでございますので、特にね、4時間足で見てみますと、0.77、強力にね、サポートが入っているラインでございますので、こちらをね、上回ることなく、そして移動平均線付近でね、この要線が陰線になるというところであれば、引き続きショートで攻めていくような相場になれるかなと思いますので、このあたりね、デイトレ目線では移動平均線が右下下がり、その下側で要線から陰線。 今回の、ね、場合は0.77を上回らないという、ね、オプションもついておりますが、そういった状況で反発が弱ければショートをかけていく。このような目線でよろしいかと思いますので、デイトレの方は60分足を参考にしていただければと思います。そして、スイングトレードに関しましても四時間足ですね。考え方としては一緒でございまして、今までの上昇トレンドのところであれば、引き続き、ね、移動平均線の上側で陰線から陽線。 こういった転換が起こったところ、ちょっとね下回るところもありましたが、基本的にはその上側でね陰線から陽線の場面ではロングを取っていただきつつ、大きくね先週下げたところから下落トレンドが入っておりまして、まあ、こちら移動平均線のね下側、ちょっと超えたところもありましたが、基本的には移動平均線の下側で反発が弱かった時ですね、この時に陽線から陰線になるタイミングでしっかりとショートを組む。 これがねスイングトレードの状況だと思いますのでこの辺りね0.77、デイトレ目線では超えてしまうかもしれませんがスイングトレードをやられる方はあくまでもこの移動平均線の下側で要線から陰線。 このようなタイミングでね、ショートが取れるかなと思いますので、少し時間軸の方を分けて考えていただきまして、デイトレ1日の中で決済するんであれば、60分足を参考にしていただければと思いますが、こちら、スイングトレード1週間程度をね、見ていくということであれば、しっかりと移動平均線を上回らない程度の上昇までは許容できる。こういったところをね、判断していただきまして、移動平均線の下側で、要線から陰線、そこでね、ショートを組んでいただくというような戦略でよろしいかと思いますので、皆さん、 ののトトレーードの時間軸そししててて相場感に合わせてねショートを狙っいいいいただくというととうころろでよろしいかと思いますロングに関しましてはね今のところ考えていないというところでございますのでもしねまたロングが取れるというような状況であればね毎日夕方の方に動画ドルストレートもクロス円もね解説をしておきますのでその毎日の動画も参照にいただければと思いますので現段階ではショート狙いというところを公言させていただきますのでよろしくお願いいたします はい、えー、以上でね、えー、5ドルの、えー、相場感とトレードのポイントですね、えー。こちらについて解説をさせていただきました。また、これ以外もですね、えー、米ドル円の動画は既に上げておりますし、えー、ポンドとユーロに関しても、えー、動画をアップしていきますので、よろしければそちらもご覧ください。それでは、今週1週間お仕事とトレードお疲れ様でございました。えー、また来週もね、YouTube ライブと動画のアップしていきますので、そちらの方もご覧いただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。